最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日枝部です。おはようございます、サーバーワークスの加藤です。12月の8日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。さて、今日からウィーク2ですね。13時よりレイトナイトウィーク2ということで、リインベント2週目始まっていきます。前回ウィーク1のレイトナイトではですね、なんと Mac インスタンスが出てくるっていうなんかすごいサプライズが急に出てきましたけど、今回もなんかあるのかななんて期待してしまいますが、まあですね、今週も無理せず、かといって楽しみながら、リインベント参加していければと思っております。ということで、新しい情報も楽しみにしつつ、今回は先週金曜日12月4日のアップデート7件をご紹介していきます。ではまず1つ目、 Amazon コードクルーの Python サポートがプレビューで発表。はい、ついに来ました、コードグルーの Python サポート。リンベと直前か、まあ入った直後ぐらいですね、あの欲しい欲しいってこの放送でも実は言ってましたけれども、ついにサポートが来ましたと。あの発表当初、去年のリインベントで発表されましたが、から今まで Java のみサポートしておりましたが、今回1年越しに Python を発表ということで嬉しい限りですね。発表自体しれっとされていたみたいですが、コードグルーというのは機械学習を用いたコードレビューのサービスです。コードグルーレビューはコードグループロファイラーに大きくは分かれており、前者はコード自体を見てエラー箇所の特定だったりパフォーマンス向上をサジェストしてくれて、後者の方プロファイラーの方はラムダや ECS など稼働しているコードの実行結果と照らして、コストがかかっているコード業の特定と修正のサジェストを行ってくれるというものです。で、今回 Python サポートはレビュアー、プロファイラー両方とも発表されており、バージョンとしては 3.6 から 3.9 まで対応ということで、まあ、より良いコードを書くのに役立ってくれるかなと思います。はい、AWS サービス、ラムダを筆頭に Python を使って動かすサービスがいろいろとあるので、AWS 上での開発に Python を使っている人は非常に多いんじゃないかなと思います。これに対応してくれたのは本当に素敵なことだなと思います。料金感などもあるとは思いますが、ぜひ Python を使ってコードを書いているという方はですね、使ってみてください。特に普段コード書かない人とか、レビュアーの確保が難しいよっていう環境にいる人とかおすすめですね。東京リージョンでも使えます。ただしまだプレビュー段階なので、まずは使い勝手の確認をしてみるといいかと。まあ、Java のコード持ってないから精度とかわからないなって思っていた方もいると思うんで、そういう方も Python 使ったコードに一回コードレビュアーかけてみて、どんな感じかなって見てみるといいんじゃないかなと思います。はい、では次2つ目いきましょう。Amazon ECS がECS デプロイメントサーキットブレーカーをプレビューで発表。はい、ECS にデプロイメントサーキットブレーカーという機能が追加されました。サーキットブレーカーって異常な動きが発生した時に強制的に停止させる装置のことを言います。装置、機構のことを言います。元は電気回路の話から出てきていて、株式市場なんかが過熱した時にそれをストップさせるとかいう文脈でも使われますが、今回出たデプロイメントサーキットブレーカーというのは、デプロイ実行中に何かしら異常が発生した場合に自動でそのデプロイをストップしてロールバックをしてくれるというものになります。ECS を使っているとですね、デプロイした時にタスクが異常終了してしまって、立ち上がり直してまた異常終了してっていうのを繰り返しておくっていうこと、繰り返してしまうっていうことが、まあ、稀によくあるかなと思います。ランニングに一旦なるけど、実行コマンドエラーを起こして死んじゃって、みたいなことを繰り返すっていうパターンですね。で、今回の機能はこの状態を検出してくれて、失敗してしまうようなデプロイを自動で終了して、正常なバージョンにロールバックまでしてくれると。いう形のようで、死んで立ち上がってって繰り返すと無駄にリソースの利用料もかかってきますし、更新がいつまで経っても終わらないみたいな問題にもなってきますが、まあ、それを解消してくれると、機能としては非常にいいんじゃないかなと思います。で、サービス作成時あるいは更新時に有効化することで機能が使えるということで、すでにプレビューとして利用は可能です。はい、なのでですね、サービス立ち上げのタイミングでちょっと有効にしてみて、どんな感じかなって見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では次3つ目いきましょう。 AWS クラウドトレイルがデータイベントログの高度なセレクタに対応。はい、AWS への API コールを記録するサービスクラウドトレイルがデータイベントログの高度なセレクターに対応しました。
トレイルでは取得できるデータとして管理イベント、まあ、いわゆる通常の API コールですねとアカウントに異常なアクティビティが起きてないか検知するインサイトイベント、そして今回アップデートの対象になっているデータイベントっていうのがあります。でデータイベントはリソース上とかリソース内で実行された操作のことで、具体的に言うと S3 のオブジェクトに対する操作やラムダ関数実行の詳細を記録するっていうものが対象になっていますが、このデータイベントを取得する設定チェックボックス入れたときにセレクター設定っていうのを行います。これログの保存対象を指定するためのもので、今まで基本的なイベントセレクターっていうものが適用されていたんですが、これだとリソースの指定くらいしかできませんでした。で今回登場した高度なセレクターというのを使ってあげると、指定したリソースのどんな操作を記録するかというところまで JSON 形式でセレクター設定を行うことで詳細に定義できます。ちょっとコードだとよくわかんないっていう場合はコンソールでトレイルの作成画面見てみるとすごくわかりやすいかと思います。ログイベントの選択のステップでデータイベントにチェックつけると高度なイベントセレクターに切り替えるっていうボタンがあるので、そこを押すと設定見れます。詳細にイベントを指定することでトレイルに記録するログの量を絞ることができるので、コストを最適化できると。例えば S3 のオブジェクトの削除の、イベントログだけ残したいっていうような場合に、まあ、そこだけ、定義してあげることによって、それ以外のログの記録を削って、ただまあクリティカルな部分だけは、ログを受信するといったことが可能になっていきます。はい、では次4つ目いきましょう。Amazon API Gateway HTTP API が AWS Step Functions の同期呼び出しに対応。 API Gateway HTTP API から呼び出せる AWS 製品、その機能が追加されました。具体的には Step Functions の同期呼び出しに対応したと。より正確に言うと Express Workflow の Start Sync Execution API の呼び出しに対応したという形になります。ステップファンクションズってスタンダードとエクスプレスの2種類が存在していて、まあ、それぞれ料金体系が異なるんですが、スタンダードは通常利用で、エクスプレスはより高度な高頻度な実行したりとか、あとは高パフォーマンスが求められるような場面で利用する選択肢になってきます。で通常ステップファンクションズって非同期実行になるんですけれども、エクスプレスの方同期実行が可能で、こっちを API ゲートウェイ HTTP API に接続できるようになったということです。ちなみに通常の非同期実行スタートエクセキューションというのはもともと対応していたので、まあ、これでステップファンクションの同期非同期どちらの呼び出しにも対応したという形になります。東京リュージョンも対応しているので、 API ゲートウェイ使ってステップファンクションを同期的に呼び出したいという方がいらっしゃいましたら、ご確認いただければと思います。次5つ目いきましょう。 AWS セキュリティハブがクーベベンチと統合。はい、アカウントのセキュリティ設定を一括管理するセキュリティハブですが、オープンソースツールであるクーベベンチと統合しました。ベンチマーク結果を受信できるようになるということで、クーベベンチは、まあ、名前通りですね、クーバネティスのベンチマークサービスになります。 CIS クーバネティスベンチマークっていう、CIS が定義したクーバネティスのセキュリティベンチマークですねに定義されているチェック項目を実行してくれて、クーバネティスが安全にデプロイされているかどうかをチェックしてくれます。ちなみに今回の発表に合わせて、クラウドカストディアンっていう AWS 環境が想定通り作成されるか評価できるオープンソースのルールエンジンがあるんですが、これが中国リージョンで対応したというニュースも出ていました。合わせてご確認ください。はい、そして次6つ目、なんか地味に気になる系のアップデートがあったので、ここから2つ紹介していきます。Amazon EMR が AWS Graviton2 プロセッサー搭載インスタンスに対応。はい、EMR が M6G、C6G、R6G インスタンスに対応ということで、すべて ARM ベースの AWS 独自プロセッサー Graviton2 を利用しているインスタンスになります。これら対応したことによって最大 30% のコスト削減、最大 15% のパフォーマンス向上が見込まれるということで、特許を含む複数リージョンにて EMR バージョン 6.1.0 および 5.3.10 以降で利用可能ということです。はい、次7つ目最後のアップデートです。Amazon マシンイメージが作成時のタグ付けおよびタグベースのアクセス制御に対応。はい、AMI 作成時にタグ付けが可能になったよというアップデートになります。またタグベースで AMI のアクセス制御も行うことが可能になるということで、もともと AMI 作成時ってその任意のタグ付け機能ついてなかったんですね。でさらにタグベースでの AMI 制御っていうのも、詳細にはなかったみたいですが、今回それが行えるようになったということで、地味に嬉しい系のアップデートということでご紹介してきました。はい、ということで以上7件12月の4日のアップデートでした。はい、
今回はコードグルーの Python 対応が結構個人的にやっぱ嬉しいなっていう印象ですね。ずっと来い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 って言ってたやつがついに1年越しにという形にはなるので、まあ、ぜひですね、皆さんもご利用くださいっていうのと、あと2つ目に紹介した ECS のサーキットブレーカーも地味に便利そうですよね。ECS 使ってる人だったら多分なんか一度はタスクが上がって落ちてて繰り返すっていう現象を経験済みだと思うので、まあ、あれを起こさずに済むっていうのはなかなか良さそうかなと思います。ということで、アップデートはこんな感じで、先ほどですね、リインベントのページ見てたんですけれども、キーノートもオンデマンドで再生できるようになってました。録画が残ってるみたいですね。アンディ・ジャシーと、あとパートナーキーノートの両方、どちらもオンデマンドで再生できるようになってました。なんかリブロードキャストもなぜかオンデマンドできるようになってて、ちょっと若干カオスな感じになってましたが、まあリアルタイムで見れなかったよという方は、ぜひ流しで聞いてみるといいかと思います。まあ、結構こういうのって一時情報に価値があったりするので、まあ、発表を聞くことで、あ、なんかこういう文脈でこういうサービス発表されたのねみたいなのが分かったりとか、あとはもちろんその紹介されるアップデートの感動ポイントって人によってその自分の運用している環境によって違ったりもするので、メディアがこうまとめてくれる情報とか、まあ、もちろん我々もたくさんまとめた情報を出していますけれども、まあ、そういうのも大事ですけど、まあ、ご自身で見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。さて、でちなみに次のキーノートは水曜日のマシンラーニングキーノートですね。機械学習のみを取り上げるキーノートっていうのは今回初めてリインベントで行われるものです。まあ、非常に楽しみだなという感じですね。そういえば AWS でマシンラーニングサービスっていうと、基本的には製紙メーカーを中心とするような機械学習の開発用の製品を指していて、 AI サービスって言った時には機械学習とかディープラーニングの知識とかなくても使える、まあ、例えばその画像認識のサービスであるレコグニションとか、文字起こしのサービスであるトランスクライブとか、そういうのを指すっていうような話があります。まあ、これ自体は余談なんですけれども、まあ、今回のセッション名マシンラーニングのキーノートっていう形なんで、まあ、基本的には開発者向けの内容になるんだな、なるんだろうなという予想はつきますね。昨年機械学習でいうと ID サービスの政治メーカースタジオとか、まあ、あとはそれに関連するサービスが発表されて結構盛り上がった記憶がありますが、今年は何が起きるのやらって感じですね。まあ、なんかすでにトレニアムチップとか新しいチップの発表とかもしちゃっているので、まあ、もしかしたら内容としてはその辺の詳細を話してくれたりとか、活用の方法を話してくれたりとか、そんな感じが中心になってくるかもしれませんが、まあ新しい発表もあるかもしれませんし、非常に楽しみだなっていうところで、今日の放送は終わりにしようかなと思います。まあ、まずはですね、今日レイトナイトウィーク2、13時から始まります。ウィーク2も楽しんでいきましょうということで、今日の放送は以上にしましょう。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。